今回はギャロッピングについて解説します。ギャロッピングは何種類かパターンがありますが、今回使うのは6弦ルートの時は6弦4弦を交互にピッキングします。5弦ルートの時は5弦4弦6弦4弦の順番でピッキングします。右手は6から4弦をミュートして1から3弦は開けておきます。サムピックはなくても弾けますが、あるとよりはっきりした低音で演奏することができます。そしてこのリズムをキープしたままメロディーを弾いていきます。途中の単音フレーズ、これは親指と人差し指でピッキングします。最後のフレーズ、これは親指と中指でピッキングしましょう。